伊藤忠の面接を思い返してたんですけど、聞かれたんですよ、君の弱みは何なのみたいな。私が聞きたいのは、うん、その強みとも弱みとも取れるようなことではなくて、うん、あなたの本当の弱みを教えてください。そうですね、確かに今までの話の中でも自分らしさを伝えるべき多様性っていうものを本来押し出すべきところ、何をがみんな同じだったらうんざりしちゃいますね、面接官ね。そうですね、で、例えばね、あなたの弱みは何ですかっていうね、一般的な質問あるじゃないですか、はいはい、でそれに対して長所とも捉えられるようなそういう短所弱みを言いなさいみたいな、そういうマニュアルが多分世の中あるんだと思うんですよね。はい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 。でほとんどの人が夢中になりすぎると視野が狭くなっちゃって周りが見えなくなるとですと。はいはいはい、ほぼ答えますね。うん、でそれは、はい、まあ、あの周りが見えなくなるっていう、まあ、弱いところもあれば、はい、逆にこう、一つのことにこう集中するっていうね、その集中力があるっていう、そういう強みもね同時に表してるんだっていうね、多分そういうマニュアルがどっかにあるかなと思うんだけども、うん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 、私がそれ聞いたら、いやいやそうじゃなくて、私が聞きたいのは、うんうん、その強みとも弱みとも取れるようなことではなくて、うんうん、あなたの本当の弱みを教えてくださいっていうね、そういう質問を次にするだけなの。はいはい、するだけなんです、うん、するだけなの、うん、そんな、いやもう分かったよ、いいとこ悪いとこ、そんな答えは私聞いてませんと。はいはいはい、うん、だ本当の弱いところってどこだと思うと、うんうん、でどういうふうに認識してる、でそれに対して改善しようとしてますかっていうね、うんうん、要は自分のことをしっかり認識してるか、でそれが自分じゃまずいなと思って改善しようとする努力をね、何かしてるかどうかっていうことを聞きたいんだけれども、うん、何かこう弱みを見せるとね、マイナスポイントになるかもしれないから、強みに変わるようなことを答えた方がいいっていうね、そういう多分マニュアルに、うん、従っちゃうと、みんなそういうね、そんなないじゃないですか、弱みが強みに変わるようなね、なんか人に優しすぎるとか、なんか2つか3つぐらいしかないわけですよ。うん、そうするとみんなね、はいはい、同じ答えにね結局なっちゃうっていうね。それよりも、もうしっかり自分をね、さらけ出して、自分の弱いところはこういうところなんですと、で何度も失敗してきましたんで、みたいな話をね、してくれると、うん、あ、そうかそうかと、じゃあそういうところ直さないといけないね、という話でね、うん、あ、結構さらけ出してくれて、その人のことをちゃんと理解できたっていうふうにね、面接官も思ってもらえると思うんですよね。うんうん、なるほどね。ちょっとこれ面白いなと思って、うん、強みと弱みは表裏一体って、割と僕自身も、当時就活をしていた時に意識しながら考えてたなっていうところがあって、うん、じゃあなんでそもそもこの弱みって質問してくるのっていう素朴な疑問が生まれてくるんですけど、ここってどういう質問の意図なんでしょう。自己認識ですよね。客観的に自分を見れるかどうか、うん、でこれって会社に入ってからもすごく大事じゃないですか。はい、新しい世界に飛び込んでいった時に、やっぱりこうプライド高い人とか自信満々で入ってくる人いるわけですよね。はい、でも実際うまくいかないことだらけですよね。はい、それをちゃんと自分で認識をして、この理想の姿とのギャップをね、ちゃんと把握した上で、一歩一歩そこに向けて努力していくっていうね、そういう姿勢を持ってるかどうかっていうのを見てみたいなと思ってるんですよね。あ、うん、なるほどね。自分が弱いところをきちんとメタ認知、客観的に認識していて、それに対して改善とか成長を繰り返す姿勢を持ってるかっていうところなんですかね。そうですね、うん、で要は結局強みに取れるようなことを言う人って、はい、私は部下としてあんま持ちたくないですよね。やばいですね、ちょっと僕部下になれないかもしれない、いやいやいや、なるほど。いや自分の弱いところはこういうところなんですって、ね、はいはいはい、ちゃんと素直にさらけ出してくれる方が、うん、やっぱりなんかこれから成長していくんだなっていう期待感ありますよね。なるほどね。概要欄から無料の LINE アットですね、こちら無料なんでぜひ登録してもらえると思います。なんて答えたかなって、今ちょっと僕も今当時の伊藤忠の面接を思い返してたんですけど、聞かれたんですよ、君の弱みは何なのみたいな。で二次面接ぐらいの時にめちゃくちゃ圧迫面接されて、弱みと強み聞かれた時に最初に答えたのがなんかまさにその表裏一体、強みと弱みどっちでも取れるような答えを答えて、突っ込まれた記憶があって、それに対してお前本当にそうなのみたいなこと聞かれたんですよ。いやそうか、なるほどねと今つながりました。お前本当にそうなのって聞かれた時に僕が答えたのが、今この面接の中で伝えたのは違和感があったかもしれません。ただおそらくそれは僕自身が
割とこう八方美人に振る舞うっていうところがあるのかなと思っていて、でその中で15分っていう限られた面接の中で伝えるべきところを絞って伝えた結果、なんかそういう風に見えてしまったのかもしれませんみたいなことを話した記憶が今蘇ってきましたね。なるほどね、うん、なるほどね、理解しました、うん、ありがとうございます、うん、そういうことなのか、うんうん、客質問について質問したいなと思っていて、最近はね、はい、客質問メインの面接みたいなこともねあるっていうふうに聞いてまして、はい、まあ、正直なことを言うと、はい、すごく正直びっくりしてます。皆さんご視聴いただきありがとうございました。概要欄から無料の LINE アットですね、こちら無料なんでぜひ登録してもらえると思います。動画ではお出しできないような超スペシャルな情報とか特集特別コンテンツ、あとは特集のメルマガなんかですね、絶対に公開しないので、ね、ぜひ、ね、登録してください。はい、それではまた皆さん次回お会いしましょう。 See you next time. バイバイ。